はい、お待たせいたしました。新宿行きドリーム正宗を発車いたします。本日は JR バス東北新宿行きドリーム正宗号をご利用いただきありがとうございます。このバスは東北自動車道首都高速を経由して途中王子駅前池袋駅東口に停車し終点の新宿駅東口まで参ります。この先気象条件道路事情などにより到着予定時刻より遅れる場合がございますので、あらかじめご了承願います。この際、バスが遅延いたしましても、運賃の払い戻しなどはいたしかねます。トラックにお入れになりましたお荷物につきまして、当社の過失による場合以外には、盗難、損傷の賠償責任には応じかねます。あらかじめご承知おきください。車内は全席禁煙です。おタバコはご遠慮ください。携帯電話をお持ちの方は他のお客様の迷惑となりますので、マナーモードにしていただくか電源をお切りください。安全運転で参りますが、やむを得ず急ブレーキをかけることがありますので、座席に深くお座りいただき、シートベルトをお締めいただきますようお願いいたします。荷物棚をご利用のお客様は荷物が落下しないよう注意してご使用ください。次に車内設備についてご案内いたします。非常口はバス後方にございます。カバーを外しレバーを矢印の方向に回しますと扉は外に開きます。非常の場合以外には操作しないでください。車内後部には化粧室を装備しております。走行中に行かれる際は足元にご注意ください。座席は全席リクライニングシートとフットレストを装備しております。夜間走行中は消灯させていただきますので、明かりが必要な際は読書灯をご利用ください。このほか車両点検と法律に定められた乗務員休憩を取るためサービスエリアに停車いたしますが、お客様は車内に出ることができませんので、ご理解とご協力をお願いいたします。それでは狭い車内ではございますが、どうぞごゆっくりお過ごしください。本日は JR バスドリーム正宗号新宿行きをご利用くださいまして誠にありがとうございます。この先東北自動車道首都高を経由いたしまして、王子駅前5時5分池袋駅東口5時15分終点の新宿駅東口5時35分到着予定になっております。気象条件道路事情速度規制等によりまして到着予定時刻より遅れることがございますので、あらかじめご了承願います。車内の設備についてご案内いたします。座席は全席リクライニングシートになっております。肘掛けの前下にレバーがございます。レバーを引きまして背を持たれますとリクライニングになります。リクライニングの際は後ろのお客様に一声お声をかけてからリクライニングをお願いいたします。窓側のお客様は頭上に読書灯がございます。スイッチを入れますと読書灯がつくようになっております。中ほどのお客様は座席の前に読書灯がございます。0時20分になりましたら室内灯の方を消させていただきます。明かりの必要な方は読書灯の方をご利用ください。消灯の際、もう一度お声掛けしますのでよろしくお願いいたします。車内後部左側にはトイレがございます。消灯も足元暗くなっております。トイレの前には段差がございます。トイレを使用の際は足元に十分気をつけて使用するようお願いいたします。安全運転には十分心がけておりますが、やむを得ず急ハンドル急ブレーキを使用することがございますので、シートベルトの着用よろしくお願いいたします。なお車内は全席禁煙となっておりますので、ご協力のお願いいたします。車内での携帯電話の使用はご遠慮願います。車内等で何か不明な点がございましたら乗務員の方までお声をかけてください。
本日の乗務員は仙台支店の桑添でございます。安全運転で運行いたしますのでよろしくお願いいたします。なお途中パーキング等に停車いたしますが、お客様は車外に出ることができませんのでよろしくお願いいたします。0時20分になりましたら室内灯の方を消させていただきます。ショートの際もう一度お声掛けいたしますのでよろしくお願いいたします。